ベアトリス・バイス・クリガーは、スイスの美術史や、キュレーター、評論家、出版業者。2011年、ベネツィア・ビエンナーレにおいて3人目の女性キュレーター。現在、フィンセント・ファン・ゴッホ・アルル財団の芸術監督。チューリッヒでのバイス・クリガーと、パーケットのアーティストとのコラボレーション。2014、バイス・クリガーは、1948年に、スイスのチューリッヒで生まれ、チューリッヒ大学にて美術史を学んだ。卒業後、彼女はスイスの日刊シュトガス・アンツァイガーで美術評論家となった。1984年、チューリッヒのアートマガジン、パーケットの共同創立者及び編集長。1993年から2013年は、様々な国際的なギャラリー、美術館、展覧会のインディペンデントキュレーターとして、フランス・パリにあるポンピドゥセンター、イギリス・ロンドンのヘイワード・ギャラリー、アメリカ・ニューヨークのグッケンハイム美術館、イタリアの第54回ベネツィア・ビエンナーレ等々で活動し、チューリッヒ美術館のキュレーターも務めた。2004年から、タテ・エトセトラ、誌の編集に携わり、スイス連邦のアーツカウンシルのメンバーでもある。2006年から2007年には、ドイツ・ベルリンのフンボルト大学で講師をした。2013年から現在は、フランス・アルルのフィンセント・ファン・ゴッホ財団美術館の芸術監督及び展示キュレーター。2011年に、クリガーは第54回ベネツィア・ビエンナーレをイルミネーションと題してキュレーションをした。ベネツィア・ビエンナーレの名誉ある出来事として、彼女は設立から3番目の女性キュレーター。クリガーは展示名を制度それ、字体に光を当て、眠ったままで認識されていないチャンスと同様に、挑戦する必要のある慣習に注意を向けることを意図していると説明した。クリガーは参加しているすべてのアーティストに5つの未解決の質問をした。あなたのホームはどこですか？将来、英語、または他の言語を話しますか？芸術的な共同体は国家ですか？あなたは自身の内側にいくつの国を感じていますか？芸術が国家だったら憲法には何が書かれているでしょうか？クリガーは展覧会のために84人のアーティストを選出した。2013年、クリガーはフランスのアルルにあるフィンセント・ファン・ゴッホ財団美術館の芸術監督に就任した。この美術館はゴッホがアルルで過ごした時期に限定したもので、ゴッホと現代のアーティストとの関係を促進する展示がされている。1984年、クリガーは2年ごとのアートマガジン、パーケットを共同設立した。彼女は設立以来、編集長を務めている。2004年以来、クリガーはテートギャラリーのアートマガジン、タテ・エトセトラのエディトリアルディレクターも務めている。クリガーはまた、現代美術に関する数多くの本を執筆している。1993年以来、クリガーは、チューリッヒ美術館のキュレーターであり、多数の現代美術展のキュレーションと共同、キュレーションをしている。ありがとうございます。